建設中の東京スカイツリーの高さが410メートルを超えた2010年夏、東京湾花火祭りを見物に荒川川尻の葛西橋から屋形船に乗り込みました。東京湾のお台場沖にはたくさんの屋形船が集結し、ベストポジションを目指して先陣を争います。辺りが夕闇に沈む午後7時、いよいよ第23回東京湾花火祭りが始まりました。2時間にわたる1万2000発の打ち上げ花火、東京湾の夜空に花咲く大スペクタルの始まりです。
猛暑が続く2010年の夏、見事な光の芸術を楽しんだ私たちは鮮やかな余韻を残しながら帰路につきました。